どこにいるかというと、ニュージーランドのクライストチャーチにいます。クライストチャーチ、今から1号線に乗って、ハイウェイね、高速道路ということで、フリーウェイなんだよ。多分無料だと思うんだけど、オーストラリアは無料だったから、これでちょっと南に行きます。レイクテカポに行くんで、テカポに行くってことで、途中でちょっと曲がるところがあるんだけど、そこは後で、まあサービスエリアみたいになると思うんで、そこで確認しようと思ってます。ということで、今ラブ4ね、ラブ4を今、利用してます。運転して今、ここから入るところです。高速道路にね。なので、まあ、高速道路に関しては、まあ、皆さんね、日本でも運転したことある方と同じような感覚で、ここは一応右ハンドルで左車線、日本と同じです。若干のルールの違いがあるんだけど、結構似てるんで、割と運転しやすい、入りやすいと思ってます。で、いわゆる、まあ、オーストラリアでいた時、車を持って運転しました、留学してる時にね。で、他にもいろんな国で運転してきたんだけど、今から、入ります。気をつけてですね、周りの車にね。で、どちらかというとこちら側にいた方がいいですね。で、合流するときがやっぱりこれ日本でも同じですよね。気をつけなければならないということで、そんなにスピード出してですね、もちろんこの右の、ミラーを見ながらということで、まあ、なるべく早めに指示器を出してまっすぐ行ってもいいんだけどね。2車線ですね。で、一応80キロなんで制限は守ってください。10キロオーバーするだけでも結構厳しいですね。ということで、今まあこういう形で、進んでいます。あんまり自信がない人はね、運転自信がない人は、あれがいいです。左車線走った方がいいです。これは日本でも一緒ですよね。で、出口、エクシット、まあこれ最近日本語でも日本でもイグジットですね、まあ使ってると思うし、あると思うんだけど、そんな感じです。ハイウェイ、まあ、1号線を走ってますけど、なんかバイパスみたいな感じですね。で、途中で、まあ、パーキングエリアみたいな、サービスエリアみたいになるんで、そこで休憩することもできると思います。と、もう、まあ、まだ運転してここでは、ね、初めて、今日初めて、まあ、他の国はいろんなところで運転したので、伝わりますね。結構警察はね、厳しいですよ、そういう。規則に関しては結構罰金取ってくるんで、飲酒運転のため、まあ、飲酒運転も何ミリリットルまで大丈夫かなみたいなんだけど、今日飲んじゃ飲まなくていいです。で、あとは、高速速、まあ日本と似てるんだけど、かなり似てるんだけど違うところもありますので、そういったところまで注意で、ここから60キロになります。だから60キロに行かないといけないというので、で、そこから U ターンが禁止とか書いてますけど、でここの辺り一応バイパスみたいな感じですね。高速というよりはね、バイパスみたいな感じですね。バイパスですね。一応ハイウェイとなってたけど、1号線、ここの1号線のバイパスってあると思うんだけどね。さっき何信号ない区間があったけど、結局そこのとこ前見ると信号がありますので、ということです。まあ人々のね、運転技術、運転マナーに関しては割と日本と同じようなものですね。先進国としてはね。あとは他のところで見ると、まあ、いろんなところあるんだけど、あとはガソリンスタンドも各地にありますので、ガソリン足りなくなったらということであるんだけど、田舎に行くときはね、特にね、なるべく早めに入れた方がいいです、で、方向指示器が例えば青なのに赤って出るんです。これ日本にはないですよね。だから青で赤、右側に進んではいけないということです。これは日本にないようなシステムですね。そういったところもね、で、ここから南に下っていくんだけど、結構距離が書いてますということで、まあ、ひたすらこれ1号線下ってって、途中でね、まあ、看板出てくるんで、ナビがない場合は分かりづらいと思うんだけど、看板見ながらね、看板見ながら、行くしかないです。で、日本からナビみたいなの持ってくればね、海外で使えれば持ってくれなかったんだけどね、もしくは SIM カードを入れてれば、 SIM カードで Google マップでやればできますのでね。これは SIM 入れてないんで、その場合はまあもう地図で見て、あとは、感覚、海外で結構運転慣れしてますし、で、あとはその、看板ね、看板が重要です。ということで、まあ、これが一応ニュージーランドということで、ですね。まあ、のどかですよ。やっぱニュージーランド、オーストラリアもそうなんだけど、まあ、日本でも田舎運転するとどこかの感じと同じような感じなんだけど、ちょっとなんか雰囲気違いますね。やっぱ建てるものがやっぱり日本とは違う、家屋だし。
金に関しては結構似てたりするんだけど、温帯だけど若干その温帯の中でも、この辺り少し違うんですよね。気候帯、気候帯一緒でも気候帯の中でもちょっと違ってくるんで、そんなところでやっぱり雰囲気ね、まあ、英語ででも出てますけどね、違ってくる感じです。まあ海底での運転は、まあ、慣れなんと思うんですよね。だから最初、まあ、左ハンドルで右車線、日本と反対側の時はちょっと慣れるの少しだけ時間かかりますけど、まあ基本的に日本でかなり運転した人がこういうオーストラリア、ニュージーランドとかね、イギリス式のやつを取ってる国では運転がしやすいかなって感じがします。ニュージーランドということでそんなに混んでませんので、ね、そういった意味でも運転が結構割と、しやすかったりする感じです、あまり大都市だと、ね、アメリカとか行って右左ハンドルで右車線で、大都市ロサンゼルスとかニューヨークとかね、運転結構大変だと思うんですよね。まあ、そんな感じです。なのでこの辺り店が結構ありますけどね。